はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。で、今日もですね、ゴーストオブツシマの続きやっていきたいんですけど、とりあえず今日ね、ハーンの鎧、これをやっていきたいと思います。で、その後新しい物語を始めるかどうかということでね、考えましょう。うん、その時考えましょう。で、行くべき場所が4つあるんよ。で、なんとかね、まあ、集めてなんかいろいろやりたいと思います。はい。まあ、とりあえずね、北から行こうか。行ってきます。金ももらえるらしいし。さて、間もなく目的の場所到着なんだけど、真っ白で何も見えん。なんだこれ、どうなってるんこれ。え、あ、ここか。来たわ、もうこの拠点。よいしょ。え、ちょ、びっくりした。え、急に言ってくることないやん。あらあらあら、なかなかすごいわね。ヒアを操る兵、誰だら、まあ、とりあえず潰してくるか。あ、ここだ。いるやん、ここに。さて、仕上げだ。爆破しようか。あれ、どこ、ここですね。長押して、点火。はい、オッケー。独身、あれ、百個長はどうした？長は最後の最後で戦うんか。多分出てくると思うんですけど。来た。待ってた。君を待ってたよ。遊ぼう。いや、ほぼ敵全滅させたはずのになんでこんなに増えてんだ。まあいい。よかろう。みんな見ててくれ。君らのおさがやられるところをな。さあ行くぞ。これ、フンヌの舞。おい、言葉すら出てこん。お前、10杯人投げの雑魚的扱いだぞ。大丈夫か。いて、おい、よいしょ。よいしょ。さあ、連撃を見舞ってるぜ。よいしょ。はい。よいしょ。ふう。ハーンのために作られた鎧に違いない。見つけた。急にしゃがみ込むからびっくりしたよ。猛虎の鎧の部位、コトゥンハーンのために作られた鎧の一部分、道具神の野営で見つけた。まず1個目。オッケー。ん、ああ、浮世草独身。ああ、なるほど。一つじゃないんだ。並行していろいろとやってますね。噂が広まった。技量一つ獲得。ってことは、一つ解放することになんか増えてくのか。あ、なんか、今何もらったん、なんかもらったな、今な。技量だと思うんだけど、あの雰囲気は。そうだね。オッケー。お前、ノブと違うんだから、そういうことやんじゃねえよ。顔つきがこいついかついな。まあいいか、乗るか。さて、じゃあ次だ。で、ここでね、あの消えぬ炎っていうやつがちょっとあるんで、これはね、次回あたりやっていこうかなと。炎の剣って多分猛虎のやつが剣に炎をまとわせてたけど、あれだよね多分ね。よし、じゃあ次行こう。ここ反時計回りに行きます。ハーンの鎧、これ行ってみましょう。さてさて、第二の村到着でござる。行けっちやるか。正面堂々戦いに来たぞ。お前らかかってこい。さあ、かかってこい。闇討ちができる。フンヌの舞。
何これ何これ。二人で空飛んだぞ今。助かった。もうバグってる、画面バグってる。ありがとうございます。画面バグってる。なんだこれ。気をつけよ。赤島のクスシが襲われたそうだ。びっくりした。逃がしてやる。このご恩は忘れません。行け達者でな。っていう君よりさ、これが気になるわ。クジラ解体してんのか。なるほどね。捕鯨したのか、それとも打ち上げられたのか。多分捕鯨して肉としてやってるんだろうね、クジラさんを。捕鯨反対する人もいるだろうけど、まあね、これね、文化だからしょうがないね。よっしゃ、行くか。あ、すごいわ。めっちゃクジラの肉使ってるね。いいね。よし、先行こうか。動くな。お侍、お会いしたのも何かの縁。この鎧は猛虎に追われた職人から。来た、二つ目ですね、これ。では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。よくぞ守ってくれた。ありがとうな。当然のことです。オッケー。で、足と兜と。オガ様がいらっしゃったのは。オッケー、これでクリアだな。解放。はいはい、みんな戻ってきたね。ここはクジラが、捕鯨が有名な村なのかな、ここはね。まあ、貴重なタンパク源だからな。むやみやたらと殺してるわけじゃないから。よし。玉鋼、ね、さて次だ。いやー結構大変やな。ボン、何も解放されてない。よし、じゃあ次ここ時計回りに行くわ。バルド百個帳、結構ここ大変そうだね。そうなるとまた 900m 回られとる。おっしゃ、行くぞ。うまいよ。お前名前そういえばないね。名前なんかノブって呼んだらさ、あの死んだ女いつまでも執着してるみたいな雰囲気になっちゃうから、ちょっと違う名前で呼びたいね。そのうちな、名前はね。で、3つ目の村来たぜ。バルド百丁倒せ。さてさて、ここも敵を全滅させる感じだろうね、きっとね。よし、行くか。ああ、これ死んだ。よし、じゃあバルト百個帳やろうじゃないか。いいね。再びだよ。君だけだよ。いや、君だけ。いや、みんないっぱい、さっきからさ、全滅させたと思ってるんだけど、いっぱい出てくるのよね。わら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 。お前らゴキブリか？一匹見たら、そんなわらわら出てくんのかい？お前ら、どこに隠れてた？隊長やったら逃げちゃうくせに。結構綺麗な透き通った目してるな。バルド百個帳。みんな同じ目かもしれないけど。さて行くか。フンヌの前から入ろう。こんにちは。はい。えい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 。あ、これいけんの？さあ行こうか。3回切れるんだな。ほい。よいしょ。よいしょ。とどめまで行かないわけか。まあしょうがないね。はい。月。ふう。やはりこれか。はい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 。受け流してえな。受け流してえな。受け流してえな。決めたい。あ、蹴りか。ここ。よし。オッケー、かっこよく決めてやったぜ。さあみんな逃げるがいい。
オッケー。銅の部分が一番最後だ。コトゥンハーのために作られた鎧の一部分、バルトゥーの八重で見つけた。オッケー。早く金をよこせ。浮世草進んでるよ、これ。バルト100を倒して。はい。スキルを獲得。噂が広まると。技量獲得。技量獲得。はいはい、分かってますよ。行くか、馬。名もなき馬よ。ちょっと慣れてきた？ OK。行くかい。最後の一つ。さて、ラスト。ドン。OK。じゃあ、ここを経由して、ここ行こうか。酒蔵か。なるほど。さて、目の前のこれでしょう。これだよね。さてさて、最後のところだ。潰しに行こうか。森前の酒蔵。もうこの拠点。ここ何をさせられるっちゃ？よいしょ。あ、まず、ご挨拶。何かに当たって飛ばなかったな、あっちまで。逃がしてやる。よし、あと一人だな、多分。気付けて帰れ。この命すっかり諦めておりました。道中よかったな。犬の鳴き声ちょっと聞こえるんだよな。気のせいか。いや、いるな、いる。ガフガフ言ってる。そこで止まんのかよ。そこで逃げろ、もっと遠くに。ちゃんと逃げろ。さて、待たせたな。助けてください。よく鉄ハウの範囲にいて息を続けてられるな。死なずによかった。お侍様、助かりました。くれよ。わしらはこの鎧を守るよ。しし、これで4つ目。あなたにお預けする。その通り。早くよこせ。それはハーンが作らせた鎧。銅の部分だろ。一番大事なところだよ。手に渡らずよかった。これで全て揃った。オーケー。もうこの鎧の部位、クトゥンハーンのために作られた鎧の一部分、森前の酒蔵で見つけた。月のない夜に小舟を出せば逃げら。お、みんな帰ってきたな。よし、ブラスターも広まった。よし、何やってんだこれ。おい、なんか盗んでるぞ。何やってんだお前。おい、ジン殿、何やってるんだ。真剣な顔して、真剣な顔して何やってるんだ。おい、何やってるんだ。何やってるんだこれ。真剣な顔して。あ、なんか話せるこの人。佐護の街道で恐ろしい光景を目にしてしまいました。また猛虎が民を虐げておったのだな。あれはひどいものでした。あいつらは父親が見ている前でその息子の亡骸を木に吊るしたんです。あら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 。父親の叫び声が耳から離れません。それは捨ておくわけにはいかんな。やりに行きますか、ジン殿。まあそのうちな。よしよし、じゃあとりあえず鎧のやつは終わらせちゃおう。ファーン。 OK。ここ、水戸の血が追加されちゃってるけど、とりあえず戻ろうか。帰ってきたぞ。どこにいる？どこにおるんじゃ？中が、この中が。開けます。ガッポシ、よし。あいつの顔は。あ、違うな。この人じゃない。何？どうしたの？お侍様、
佐賀の村で妙なことがあるようです。さっきもなんか佐賀の村話に出たな。わかりません。村の人は追い詰められたような顔をしているのですが、気にするなというばかりで、厄介事が起きておるようだな。調べてみよう。なるほど、佐賀はいかんとまずそうだね。めっちゃバタバタしとる。さて、そこにおるのが紫の旗なんか掲げちゃう。出てられない。ここから出られないよ。これで助かるね。よし、そこにいるな。弟子殿全部集めてきたぞ。切れるようにしてくれ。いかがです。鎧は見つかりましたか。もちろん。すべて見つけてきた。もうこの手に渡ることは二度とない。師匠の敵は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですが、あと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。頑張ってくれ。で、どんな鎧？おお、完全に猛虎だ。へえ。これさ、こんなんで歩いてたら疑われないかな。コトゥンハーンのため疲れた鎧。もうこの仮面、もうこの兜。おじ上が見たら何と言われるだろうな。なんと嘆かわしいとか言いそうだな。これどういう効果なんじゃろう。ちょっと見てみます。これやね、体力値が大きく増加する。敵による荒れるダメージを大きく減少する。戦闘中でないとき猛虎兵に察知されるまでの時間がかなり長くなる。ああ、猛虎兵っぽく見えちゃうからってことだな。なるほど。あ、強化できない。あ、強化できないよこれ。へえ、とりあえず黒ど、あ、頭が変わってないから。でもこの仮面はかっこいいな。ちょっと頭だけはあっぱれな鉢巻きにしとくか。え、でもそう、ひげがな、ちょっとな、戻しとこう。やはりクロード最高、かっこいいわ。よし、というわけで今日は終わりにと思ったけど、どうしようかな。特に行きたいとこもないな。進めるべき案件はこれが佐合か。ああ、佐合だな。これやっちゃうか。佐合、これなんだ、ここもある。雪がくれ。ああ、え、佐合、佐合。あれ、これも佐合。あ、佐合ってどこなんだ。友の墓、水戸の地。よし、じゃあ今日最後にここですね。これだけやって終わりにします。じゃあとりあえず移動しましょう。よし、来たな。この辺だ。到着、父の選択ということで、辺りを調べろ。オッケーオッケー。吊るされてんのかな、やっぱり。あそこ、あー、これっぽいね。あ、これだ。ケンタ、かわいそうに。なぜお前が殺された。ゲンタか。ゲンタ君、こんな痩せちまったのか。何があった。わしの二人の息子が荷車を燃やした罰として、猛虎はこのわしにどちらを殺すか選ばせた。わあ、気の毒に。もう一人の息子はさらわれました。荷車を焼くなんてことを考えたのはその中太のはず。生きておるはずだ。どっちへ行った。橋の向こうへ。なるほど、行こうか。じゃあドーン、父の選択。なんで源太殺したんだ。まあいいんだけど、いや、まあいいんだけど、そういう選択をしてしまったということじゃろ。とりあえず猛虎の後を追いましょうか。こちら側に行ってると、ん、逆か。あ、どこだ、どこ、どこ行った。こっちの方ってこと。
離れちゃうんだけど、どこなのごめん。ごめん、どこなの、どこを見ればいいのこれ。どこ行った、橋の向こうって。まだ新しい足跡、猛虎は近くにおるな。え、これか。まったくさ、ちゃんと見つけさせてくれ私に。橋の向こう、あ、橋あるわ、そこね。オッケーオッケー。さて、猛虎ちゃんを全滅させりゃいいんやろこれ。任せてよ、強いもん僕。うちの堺人めっちゃ強いからさ。さて、こちら側だな。どこどこどこ、結構行っちゃったんじゃないこれ。どこ行ったんだろう。あれ、なんか足跡、あー、あるあるある、足跡ありますな。まだまだ先か。結構ちょっと呼ぶか。馬、馬、よし行くぞ馬。これだね、辿ってくしかないけど、ちょっと遠く行っちゃったんじゃないあれ。あの家に続いては、はい、とりあえず一騎打ちやっとくか。一騎打ちできんかった。フンヌの舞、はい、フンヌの舞サイド、再び、はい、お持ち玉、おしまいか。おしまいじゃねえや。あー、なるほどね、弓矢がね、ちょっとダメだな。よいしょ、ほい、さっと、ん、どうしよう、お前毒か貴様。はい、はい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 、俺を待ってる家族がいるんだ。あ、犬、あ、どこ行った犬、犬、犬、あの命だけは。よし、これで終わりか。え、近くに敵がいる。え、わかんねえ、敵なんかいないよね。知らん、捨ておく貴様は捨ておく、いないんだもん敵が。ヘンドマン、おい、おい、おい、よし、ふう、チューターはそこにいそうだね。うす、闇討ち、闇討ち、闇討ち、よしよし、オッケーです。闇討ちしちゃった。はい、ユーも闇討ち。おい、フルハーチュー、ウォッチ、ヤムルタイスピットンバーガーラ、アチスペリ、はい、はい、はい。よいしょ。はいはい、自然、いい線強いよ。よし、その、君だよ。毒やってんだろ、それ。良くないな、非常に良くない。で、ワンちゃんを作ると。獣の皮ゲット。チューターいるか？チューター？チューター？チューター2階敵がいるね。あー、弓矢がやってるね。あ？あ？え？上か。どこだ、どこだ。はい、チューブスピレッ、オーケー、なお、ほどいてください。わかったよ、君がそう言うならほどいてやろう。下降りるとこどこだ、ここだね。大丈夫、動くな。なんて荷車燃やそうとした、余計なことしやがって。はあ、よかった。父親がお前を守ったと聞いたぞ。俺は、猛虎はどちらを生かすか迫り、父さんは迷わず元太を選んだんです。元太が殺されると分かると俺を連れて行けと泣いて頼み、
もう会えません。ゲンタ大好きだったんだ。俺がゲンタを巻き込んでしまったのが元凶なんですから。父親には何と伝える？死んだと伝えるか。俺はすでに死んでいたと。わかった。チュータ、お前がそれならそうしよう。さて、先ほど放置してきたやつは大丈夫かな？生きてるかな、まだ。どこだっけ？忘れちゃった。あ、いた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 。お前だ、お前。もう、さすがに。そうそう、さすがにないよな。よしよしよし。待たせてしまったな。もう誰もいないんだから、そんな逃げればよかったやん。このご恩は忘れません。はい。さあ、はい、全然全然、ありがとう。どうかこれをお受け取りください。よし。んじゃあ、親父のとこ行こう。さて、親父帰ってきたけど、あれ？どこいる？父親がおらん。何か手がかりはあるだろうか。ゲンタ、お前見てなかったか、どこ行ったか。はい。チューター、いつかお前が許してくれることを願う。あれ、これは、もしかしてお亡くなりになってるのでは？どこにいる？家の中？あ、違う、50メートル離れてるな。どこ行った？そっちか。その藪の外側？これ、お亡くなりになってるよな。きっと。足跡だ。あー、だよね。罪に耐えきれず、命を絶ったのか。仲の良い家族だったであろうに。結局、チュータしか生き残ってねえのか。ドン。父の選択、記憶差終了ということで。何もらえるんだっけ？よし、技量獲得。フライだったよね、確かね、なんかね。炎の護符。炎の護符？なんだこれ。敵に火をつけると。あー、そういうやつね。はいはいはい。よし。というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。で、次回は、こちらね、サゴ、雪隠れと、プラスしてこれですね。炎の剣ということで、こちらを入手しに行こうかと思っております。で、その後、こちらですね、陣の道、やっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。ここまで語り私、光栄でお送りいたしました。それではまた次回まで。さよなら。バイバーイ。